エアロさん、おはようございます。おはようございます、エアロです。やってました、長崎県です。長崎、久々来たね。久しぶりですね。あ、丸光稲佐さんで、はい、コビドルです。はい、じゃあもう早速お題の方に行っても大丈夫ですか。はい、すいません。本日のお題はなんかちょっと見えてますけど、丸三つを作ってギャラゲット、どういう意味かと言いますと、はいはい、まあ、そのプラカードみたいな、はい、まあ、そういうミッションがたくさん書いてあると思うんですけど、そのミッションやってもらって、あれですね、ビンゴをやってもらいます。一つずつやってってもらって、クリアした時にめくってもらえたら、そこに丸が書いてあります、はいはい、なんでその丸が揃ったら、ビンゴ形式で丸が揃ったらギャラが発生します。一応ギャラの方が、1ラインで1000円、一応全部で8ラインあります。8ライン、はい、はい、でもまあ8ラインじゃあれなんで、まあ、全部丸にしたら1万円差し上げます。オールビンゴでってこと。オールビンゴで、オールビンゴで1万円、はい、一応2枚あるんですよ、はい、2枚目は1枚目が終わってからやってもらいます。まずじゃあこれを全部開けること、はい、はい、そっちはまだ簡単になってるんで、はいはい、で2枚目がちょっと難しいんですよ。2枚目オールビンゴになったら2万円ということで、マックス3万円。全部で3万円。全部で、全部クリアすれば3万円。最高や。最高っす。まあそんぐらい、はい、まあむずいってことやね。はい。じゃあ逆に。はい。じゃあまずはまあ全部開けて、1万円取りましょうと。はい。衣装の方もあるんで。衣装もあるんだ。丸三つにちなんだ衣装なの。まあ丸三つにちなんだ衣装です。わかりました。はい。では本日は、長崎県にあります丸三つ稲佐さんでのコビドル、丸三つ作ってギャラゲット。エアロさん、着替えていただきました。カルト教団みたい な一応誰、あの何、丸三つなんで三つで、三つマングローブさんの、はい、コスプレです。まあ、この前の、泣いてギャラゲットの回もそうでしたけど、はい、言わないと伝わらないクオリティのコスプレを用意するのやめてくれるかな。すいません。そういうのじゃないから、はい、大丈夫だから。大丈夫、絶対にコスプレしなくてもいいですか。絶対にコスプレするとか別にないから。そうっす、うん、あんま知らんわ。3つのことを。そうっすね。あ、ただの私服と思われる。確かに。はい、ではやっていきたいと思います。早速、第一のシートね、第一のシートから、はい、じゃあやっていきましょう。じゃあ読み上げていきましょうか。一応、はい、一発ギャグで笑わせる、はい、当たりの瞬間を見る、はい、店員さんの肩を揉む、ゴミを拾う、ファンの方と写真を撮る、万代島を見る、かっこ3台以上、当たってる台を盛り上げる、玉を拾う、お悩み相談に乗る。だからもうあれやね、コビドル集大成みたいな、なんかビンゴやね。まあまずここを全部開けると1万円、はい、取りに行きたいと思います、はい。まあ、2個目がどんなのかまだ知らないんで、はい、そこまでたどり着きたいなと思います、はい、やっていきます、はい、行きましょう。まあ、店内の紹介がてらね、ちょっと回ってきたと思うんですけど、はい、まあ、やっぱりこう九州のホールといえばみたいなね、このやっぱこの芋焼酎とか酒の豊富さ、うん、景品がなかなか本当に充実してる。なんで洗剤をこんな偉そうにショーケースの中に入れてるのかよくわからんけど。本当偉そうすぎない？洗剤偉そうすぎない？誰も盗まんのに。あ、まあ、あ、早速、万代島お、バジリスク絆万代です。バジリスク絆万代です。一つ目
当たるよ。人間やめますかが出たら当たる。それは当たりますわ。ダブリ、うん、バルブレイブ。おい、おめでとう。はい、当たる瞬間目撃。あとは落ちてる球を拾う。球落ちてました、球落ちてます。あとは、写真ギャグ、まあここはもう結構イコールだと思うんだよね。そのまま流れでいけるから、でも当たってる台を盛り上げる悩み相談、まあだからここってもう一連でいける気がするんだよね。一撃、あーなるほど。今日お願いします、今日お願いします。あの福岡から来ました、福岡から来ました。ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、お疲れ様です。すげえ勢いでいった、はい、店員さんの方は揉む。うわ、ちょっと見てくださいよ、すごくない？すごい景色、いいじゃん、ちょっと出ようよ。え、すごい上がるね、これは上がるっすね。まあいいじゃん、いい景色じゃん。そうなんですよね、長崎は長崎って坂が坂上忍すごいんですよ、これ。わー、いいね、長崎だね。いいっすね、いいっすね。写真撮ります。その格好ですけど、この格好やけいいかでもこれいいな、いいね。あー、やばいゴミ拾ったあれお題ちょうだい、一言なんか言ってくれたらそれでギャグするから。シンフォギアいきます、一発ギャグ、シンフォギア。ブル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 、はい笑った、はい笑ったしょうもなさすぎて笑ったのしょうもね。ちょっと写真撮ろうよ。いきます、はい、チーズ。ほら、はいはい、お悩み相談にも乗ろうと思うんだけどさまあ手っ取り早いかなと思うあ、そんなにマジのやつ、めちゃ重いやつ、ちょっと下りだけ重った、さすがに。まあ写真とギャグだけで、はい、まあいやこれはさすがに大きい小さいの話じゃないでしょこれはないでしょ、ダメ、せめてタバコのプラの小さい紙とか、ダメ、これダメじゃじゃ食べていいんすか。まあ今落ちてましたからね、ちょっと映ってたか分からんけど、まあじゃあ OK で食べたしちょっとお悩み相談するわ。海さん、ちょっと聞いてもらっていいですかね。まあもう4年ぐらいパチンコバスローの動画やってるんですけど、まあ、2年ぶりに長崎来て、まあ、チラチラ見てくる人はいるんですけど、声かけてくれる人も全然いなくて、やっぱ東京とかも毎月行ってるんですけど、やっぱ写真撮ってくださいとか、差し入れの量とかも少なくなってきたし、そろそろ潮時かなって思うんすよ。まあ、じゃあ、ああ、いいよ。結果悩み相談ちょっとさせて。全然勝てない。何言うんですか。
凱旋は俺マジで確定薬引けなければもうどうしようもないでしょ。だから凱旋はマジで言うと、ゴッド今日引けるって思う時じゃないと言っちゃダメ。この前、本当にこの前、先週もう2日前ぐらいから天から降ってきたよ。そろそろ引けるよって、いやマジで。でその日打ってゴッド2発、赤73発レアシーンで9650枚、まあ万枚はいくね、最低万枚みたいなのがある。そう、お告げがあればゴッド引けるから、間違いないから頑張ってね。ありがとう。大丈夫ですよ。その格好で神のお告げとか言ってたら本当に宗教、スピリチュアル、本当になんかの宗教じゃないですか。よし、これで、あとは当たってる台を盛り上げるをクリアすれば2枚目、まあ、1万円ゲットかつセカンドビンゴに移行できますんで、ちょっとこれいきましょう。アイルビンゴ、アイルビンゴ頑張ってください、頑張ってください、アイルビンゴ頑張ってください、頑張ってください。僕もビンゴやってるんで頑張ってください。あと2ゲーム、5か8、あるある、まだある、5か8頑張って、あるよ5か8 OK、 やったー、ハイパービッグボーナース、おめでとうございます。よかったです、ありがとうございます、ありがとうございます。すごいビンゴで、ビンゴ当たってる台じゃないわけど、いやまあ当たったから、OK、当たったから OK、 当たったから OK、 当たった、まあ、今当たったから、当たったから OK、 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 えーやっぱ当たったから OK、 当たったから OK、 では無事1枚目のビンゴシートが全部開きました。はい、これで1万円、とりあえず1万円8ライン達成したので1万円に昇格。はい、昇格。そしてここからセカンドボードがあるんですね。セカンドボードがあります。セカンドボード、じゃあ、第2のビンゴシートがこちら、バン。はい、じゃあ行っていきましょうか。はい、ホールの真ん中で奥さんへの愛を叫ぶ。はい、セミを捕まえる関係ある、まあ、ちょっとマイクをしてる時に歌う、フリーズ目視、だから瞬間を目撃する。まあフリーズしてるのでも大丈夫です。瞬間だと難しいんで、途中でも大丈夫です。店員さんのお尻を触る、お尻を触る、真ん中っすからね。はい、真ん中、はい、レッドブル一気飲みする。はい、飲み物をおごる、おごる、代行して目標以上。はい、言葉はいらないと声をかけられるグッド難易度がねこう上がりました。まあこう、なんだろうな、できやすいのはまあここっすね、僕がするかしないかなんで。そうですね、まあイージーですよ、イージーです。マイクをしてる時に歌うもんも僕次第なんで。はい、セミはね一応大きいは結構ある、泣いてるし木はあるんだけど俺触れっかな今この年でセミっていうところがああ。まあそれクリアすればあのさらに2万円プラスなんで、全部で3万円になる、全部で3万円になります。でもまあ1ラインは1000円なんですけど、1ライン2000円、いや1ラインは1000円、変わらずそれは変わらないんですけど、だったら全部開けたいってやつだよね。まあ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 、まあちょっと頑張っていきましょう。はい、絶対やべえやつだと思われるよ。ペロ、あ、どうもじゃないけん、向こうもあ、じゃないけん。皆様、お時間の許す限り楽しんでいただけたらと思います。それでは、聞いてください、お昼の歌。お昼が来たよ、なんか食べたいよ。おにぎり、サンドイッチ、サンドに入れた1万円。ありがとうございます。お母さん、これよかったら僕からなんで飲んでくださいよ。元気出して、元気出して。では、じゃあ飲
飲み物をおごるも、クリアです。ワンライン、いつも子育てありがとう。最近全然エッチさせてくれないけど、たまにはさしてね。好きだー。はっす。残り5分、セミワンチャンかけてみるわ。はい、セミ。そしたらね、このラインがかけるから、はい、セミにかけるわ。泣いてる。あっちの方から聞こえた。この木やな。この木はめっちゃ行ってんな。やっぱ上の方におるんやないですかね。え、あ、そうでしょ。生々しいわ、こいつフォルムが。どう捕まえた。びっくりした。ちょっとやめてください。しかもいねえし。それでは野郎さん、お疲れ様でした。セミさん、歩きなかったわ。最後捕まえられればよかったですけどね。めっちゃいいとこおったのにね。あんなドンピシャでいるのも珍しいですけどね。なんでやっぱ第2のお題は、1ラインですね。1ラインで、でもまあ1枚目は全部クリアされてるので、なんで、はい、ギャラの方があれですね、1万1000、1万1000円ですね、ギャラの方。では第一にミッションのその1万1000円で第2のミッションやりますか。やります。あのお題がちょっとまだ決まってない、はい、お題はご飯を食べた後ということで、はい、まあ、隣のとんかつ屋さんが美味しいらしいからちょっと行ってみたいと思います。はい、はい、ヤロさん、それでは、お昼ご飯を食べて。めちゃめちゃ美味しかった。めちゃうまかったっすね。美味しかった。あれ、お店のお隣にあります。はい、はい、でそれでは、第2のミッションされるということで、はい、じゃ先お題の方がこんな感じですね。はい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 、お願いします。今日は君に決めたバケーシャキーバン、リノシステムの台で状態中5連チャン。はい、ボーナス5連チャン。リノシステムってリノかバルタンしかねえや。ほら、バルタン打っててリノ打ちてえなってなったらリノ行ってもいい、ね、逆もいいんで。そうやな、はい、了解です。では、本日の第2ミッション、リノシステムの台で状態中5連チャン。はい、ほらほら。バルタンの口だなこれ。セミ触れんかったけどな。バルタン開いてる？俺のバルタン開いてる。はい、はい、ではでは、はい、やっていきましょう。まあ、バルタンがね、もうある店もだいぶ少ないので、まあ、ちょっと打ちたかった。名前は聞いたことあるっすけど、打ったことない。リノスペックなんだけど、はい、リノより状態に入りやすく、あ、これもやん。違う？2枚。これはチェリー。あ、そうだ。中下段にコイン転してコイン来たで 30%。 なるほど。中右でコインが転廃すれば。なるほど。それで2角。そう。まあ5連チャンなんで、いやいや当たってんじゃん。状態入ってた。ひどい。状態入ってた。ヤルオさん打つ前から、いや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 、コイン揃ってなかったっすけどね。ね、お分かりいただけただろうか。
かなな狙ってどうしようかなな。でこれで、テンパったらこの形だと、MBO は化けらしい。まあ状態中はでもチェリーが一発してくる。ピンチも引いてないと思うんだけど、なかなか転落しない。転落もせんけど当たりもせん。50ゲームなんかミスってんのかなって思うよ。ちょっとわけわかんなくなってきた。15枚ある。欲しいな。分からんかったね。分からんかったっすね。分からんかったね。中落ちするとなんかそれっぽい目が出ちゃうんだろうな。あ、1で235分の1ぐらいコインゾロ。軽いでしょ。軽いリノだったら1で300ぐらいなんで290。来た。お、来た。お、よし。たこれで状態バルタンボールちゃんと、まあ開けやけどやっぱ中押しするよ。中押しするよ。俺は中押しでこれやね。今のがだから3つ目かな。うん、いやいやいや、あ、やっと分かってきましたよ。ただの中押しからのこのピンチ目をまだ1回も見てないから不安になってる。そうなんよね。いや俺たちもさ、こんなあやふやでやりたくないんすよ。ただリノが空いてなくてね。ごめんなさい。すいません、お題が悪かった。これがピンチオアチャンスの目なわけよ。なるほどなるほど。ここで、あの、まあ、これはセーフやね。これまたいつ落ちたかわからんけど、ね、落ちてんじゃねえって感じのやつやもんね。やっぱ最初のあれなんかな。ね、まあけどそういうことなんでしょう。おお、91ゲーム順越しでいくか。すいません、順越しお願いします。あ、これだ。あら、大丈夫？大丈夫よ。あるよ、あるよ、あるよ、あるよ。通常だと65。おお、hey. 素晴らしい。まあ、順押しが分かりやすいな。そうですね。ちゃんとあのピンチ目のが分からないね。中押しすると。はい。はい、やめて。1ゲーム目はいかんて。おるやつ。チェリー。おお、2連目。オーケー、嬉しいやつ。順押しやな。順押しやな。分かんねえ。シンプルに順押しやな。すまん。すまんかった。はい。ナイスチェリー。
ビッグボーナス。セブーセブーセブー7万えいよっしゃ7万えいよっしゃ5万かな5やった。ありがとうございました。もうこの後は別にもう自分のあれ関係ないんで適当にやってもらって大丈夫です。いや増やしてナイスイあるよ。チェリー引いたら当たるけんね。はい、大丈夫。まだいるっていう目が分からんすからね。そうなんや、チェリーでね確認するしかない、はい、お、いやいや、まあ、68。おお素晴らしいね。これは素晴らしい。すごいね、7連平均で3.6連言ってるけど、心の中では別に終わってもどっちでもいいと思ってる。ほらほらさすがにジェリーも今週内科内科 MC 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 ですね。いやいや、よかったよ。893 6枚、T シャツ、18、そうですね、6枚は。すごい、多いよ、多め多め。皆さん、お疲れ様でした。バルタン、バルタン速攻でまた撮りましたね。いや、まあ、よく分からずわあ、すいませんって思いながら。そうですね、まあ、3回目やね、一応、まあ、ね、認識してる中では3回目の、バルタンボードで、まあ、無事7連7連まあ、連勝やね。いや、コビドルも連勝、すごい。モエカスとコビドル合わせたらもう6連勝ぐらいしてるよ。6連勝7連勝してるよ。はい、じゃあバルタン星人、第2のミッションの成功報酬、はい、5万円です。ありがとうございます。じゃあ先に1万1000円の方の1000円をお返ししておきます。あ、そうですね、お返しします。じゃあ1000円をと5万円を交換して、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。セミを触らなくても取れた。本当ですね。一応ちょっと時間が余ってますけど、まあちょっと打ちますよ、せっかくなんで。小突いてありますわ、リニューアルオープン。小突いてあります、はい、行きましょう。ヤロさん、お疲れ様でした。バラーン、プチモエカスの結果だけ。あ、5000円すった。5000円負け。まあでも第2のミッションでコビトルで5万円取ってますからね。プラスプラス、全然プラス、よかったです。いや、なぜ店出てすぐにこんないいロケーションがあるのに海を打たなかったのかっていうところや、うん、確かに確かに。はい、今それです。はい、今それ、はい、まあでもこの景色を見るともう全てを忘れちゃうぐらい素晴らしいね。でも長崎いい景色だね。いいっすね。いいね、すごい。お昼ご飯も美味しかったし、本当にまた来たいっすね。また来たいっすね。そういう意味では、はい、ホールさん、お待ちしてます。お待ちしております。お願いします。お願いします。はい、またね。またね。はい、普通のパチンコパチスロ番組っぽい。ぽい。